青コーナーより選手入場。赤コーナーより田口龍介入場。さあ、ミスタードロップキックヤングライオン田口龍介が入ってまいります。田口ガンガン行け。ベストオブザスーパージュニア公式戦、田口時間無制限一本勝負を叶えます。青コーナー頑張れ、オリジナルレスラー行け、頑張れ。赤コーナー田口、高中センチ91キロ、田口、田口デュースケープ、田口、田口、西永修一頑張れ。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね、ホイップしてまいります。組みに行きます。あっと、ホイップしてまいります。掴んだ、クラシカルなエルボースマッシュ、ロックアップ、逆に振り返した、ドロップキックを放ってまいります。行くのか、ロープに振った、走り込んだのエルボー、空中戦を狙いそうだ。おお、高いところから一気に叩きつけた。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか？いや、そりゃ全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、ほんとそれで頑張れますから、ファンの声援っていうのはね、ありがたいものですよ。あ、そうなんですか。組み合います。こういった投げ技っていうのはね、一歩間違えば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングっていうものを感覚的に覚えてるんですよ。ああ、なるほど。行くのか。このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね、技のつなぎがうまいですよね。ぴったりですよ。掴みます。
逆に返します。あ、このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。今高さがありましたからね、聞いてますよ。見ていてかっこいいですね。回転してまいります。サンセットフリップ組み合います。お気をつけください。蹴りを見舞ってまいります。ヨーロピアンエルボー掴みます。キックで返します。リング内に戻ります。リング内に戻ります。腕を回します。あっと、逆に切り返した。ロープブレイクです。抱えます。ダブルアームで固めていった。ロープブレイク。ドロップキックを見舞ってまいります。相手を挑発してまいります。あっと、プランチャー。強烈に入りましたよ。骨がキスも落とすな。聞こえてまいります。キック、すごい顔で打つ。あと、逆に倒した。引き起こす。あっと、ドロップキック。リングに戻ります。リングに戻ります。蹴り上げていく。ドロップキック。コーナーに登って
ドロップキックが突き刺さる。絞り上げる強烈、岩壁の母の胸に抱かれました。ブレンバスター行くのか、キークラッシュ、キー